さあ、行きますよ。はい。動画を今回しています。はい。皆さん、調子はいかがですか？最高です。最高ですね。はい。はい。乾杯。夏だ。おっさん。めっちゃお疲れ様です。自撮りですか？違いますよ。どうですか？今日の稽古は。やばい、油断をしていたな。今日の稽古は新しい立ちのシーンに入りましたね。うん。はい。第3のシーン。かなり頭を悩まして一人家で悩んだシーンで、だったんで、逆に言えばもうちょっと、本当に今触りしかやらなかったんで、もうちょっと踏み込んでやりたかったなっていう思いを2日後に託して向上心ですね。どうすか先生。まず第1週目はですね、立ち上げですから。立ち上げ。第2週目が俳優の勝負どころです。第2週目はそのミザンス、その、立ち位置を俳優がどう解釈して落とし込んでいくかっていう、ここが勝負どころになるから、もうちょっとやりたかったっていうのは正解ですね。ここからです。はい。素晴らしい。なんでそういうこと言えるんだろうね。どういうこと？かっこいいですよね。今日はオーシーズです。オーシーです。似合ってます。白か黒ですね。肌もね。ああ、ひっくり返っちゃいますね。あゆちゃんは走るのに日焼けしないんだね。確かに。帽子とサングラスがあるかも。本当？俺すぐ焼けちゃう。こんなんなんだよ。稲子さんは今日も公園にいますね。今日も公園にいたんですか？今日いた。わお。俺もう外じゃないとダメなの。こんな暑いのに？うん。家だとか部屋とか。誘惑多いじゃん。めっちゃわかる。テレビじゃない。テレビ見ない。テレビ見ない。見ないけどテレビ。ちょっと意味がわかんない。なんかね、ゴロンとかしちゃう。外とかも行くと。あんま横取れないし。でやっちゃう。じゃないとやらない。家だと台本開きたくない。じゃあもうセリフから何まで外で全部完結するんですか。でも外だとなんかブツブツ言ってるのみたいなね、人の関係ない、うん、むしろそれをもらう。稲葉さん見ましたけど、しっかりベンチが立ち上がってっていう体も、あ、それも本当に公園でやってた。わすごい、見てたの？恥ずかしい。いや、できないな、公演じゃできないな。俺全然、で、隣に来てもむしろ見てくれと、だって、本番そうじゃん。まあそうですけど、だから、その、どう見られてるっていうのを恥ずかしいの、やっぱお芝居って、未だに羞恥心が。だけど、それを、やってる方が、で、見られてる方が自分が燃えるっていうか、面白い。そう、だから、それでやっちゃう。だ、変なやつだと思うよ、ずっとブツ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 。まあ、電車とかでも、どこでも。電車でも、それはちょっとなんですよ。ここにいるのまだ行ってきるかな、うん、僕、スタバのテラスで、一人芝居の稽古をやってたんですよ。演出家2回って。で、自分の腑に落ちてないセリフとかを言ってると、なんだろうってみんな見るんですよ。でも、完全に自分がその入ってるセリフ言ってると、雑踏に負けてる。なるほど。芝居が芝居じゃなくなってくるかな。そんな感じじゃないですか。なるほど。自意識がじゃあ人の目を引いてしまうのかもしれないってことですね。なんか昔行ったワークショップがあって、でなんか音をとにかく聞けって、いろんな聞いてるふりじゃない。そうすると。視野がその時初めて経験したんですけど、こうやってスタジオだからこうやってみんな周りが混んでるんですよ。全部入るんですよ。はあ。人がそれまでどうしてもこう、はい、と自分の特徴というかそういうのがあるかもしれない。この視線っていうか視野がこのぐわーって広がって、あ、これなんだ、聞くってこういうことなのかなって言ってたのはそこをやれって
やれっていうか、なるのっていうのかなって一回だけ体験したんですよ。そのなんか旅ウェザリーかなんかをやってたんですけど、最後の発表の時だけ全部ボコンと入ったから視界がブワーンと、そう、それは面白かったから多分それを追体験をまだやってるのかも。そうですね、ゾーンですね。なる時とならない時はすごい、自分がこうなってる時はやっぱそれこそ周りが見えなくなっちゃうから、自分だけでやっちゃうのはやっぱやってても面白くないし、相手にもね、面白くないからっていうのを多分やってる。すごい、そうですね。あったかいもんあった。